マタイ福音書2章新約ですね。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレムでお前になった時、見よ、東方のマンゴスたちが、新しい聖書では博士たちと書いてありますが、そういうね、安っぽい話じゃないです。マゴグ、政治的指導者で権力があり、あらゆる部族を守った人たち、東方のマゴグたちがエルサレムにやってきてこう言った。これちょっと見たら、東方のマゴグたちですよ、今のイスラエルです。確かにそこから東方ってどこよ。だからアメリカやヨーロッパの人たちは、これは東方というのは、せいぜいイラク、せいぜいペルシャ、つまりイランだって。日本ですよ。それはアメリカ、ヨーロッパの人たちは認めたくない。絶対嫌。だけど皆さん、このマタイの福音書、新約聖書を読むときに、日本から行ったと考えられ。ついつま全部合いますよ。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお前になったとき、見よ、東方のマーゴグたちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお前になった方はどこにおいでになりますか。次、私たちは東の方でその方の星を見たのでやってまいりました。東の方で、この星というのは僕はまだ分かりません。だけど何か特別な印なんでしょうね。ちょうど、ランプのようにね、あるいはここでね、私たちは提灯を見ましたけど、おかしいから星だと書いてありますが、ちょっと僕は意味わからないんですね。とにかく東の方だから、一番上の一節に東方のマゴグたちが、に東の方で、だから東東って言ってるわけです。これを聞いてヘロデ王は非常に惑った。エルサレム中の人々も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。ここにキリストと書いてありますが、キリスト教の開祖の意味じゃない、救世主という意味です。古代ユダヤの言葉ヘブライ語でキリストはメシアと言いました。そしてキリストという言葉は何語や、ギリシャ語なんです。ギリシャ語。だから日本語では救世主がいいでしょうね。だからもう一度すいませんが、どこでしたかね。4、そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレムです。預言者によってこう書かれているからです。これ大事です。預言者によってこう書かれていると書いてあるのはどういうことか言ったら、旧約聖書で預言されておりましたって言ってるわけです。イエスは突然何の前触れもなく生まれたんではありません。そう。預言者はこう言っています。もっと具体的に言うと、この時の預言者はミカという人です。旧約聖書持ってる方はお宅に書いてみられたらいい。ミカ。そこに救世主はベツレヘムで生まれるとはっきり書いてあるんです。イエス誕生約700年ぐらい前でしょうね。ほんでそのことを王の側近が言ったら、6、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私のためイスラエルを治める支配者たちがあなたから出るのですから。そう、イエスは今生まれた、そう違う、予言された通りベツレヘムでって言ってるわけです。でそこでヘロデは密かにマゴスたちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと書いてあるんです。あのね、ここで救世主、つまりメシアについて今見ておりますが、旧約聖書の予言ですね。ユダヤ人、これがユダヤ人というのは本当のユダヤ人の意味です。その先祖がアブラハムという人でした。でイサク、ヤコブでずっと来るわけです。でこのアブラハムという人は神と契約を結んだって書いてある、旧約聖書に。契約というのは木で言うたらね、真ん中の大きな大きな幹が上伸びてくる。で、枝がこうして生えてくるね。で、葉っぱもでき、実ができる。この幹がユダヤ人です。世界歴史が偶然にアミーバーのように動いてるんではないです。それは幹があります。それが本当のユダヤ人です。だから大事なんですよ。で、
そのユダヤ人がどん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 行って、世界が限界点に達する。意味はどういうこと？人口、食料いる、水がいる、ねえ、いろいろある、戦争もあるでしょう。その限界点に近づくことを聖書は終わりの時代と言ってるわけです。つまり限界が来る。当然今人口70億、そこで食料の奪い合いが起きるでしょう。問題は水だ。いろんなことで争いが起きる頃に今の時代が終わって、次の新しい時代が始まるときに、ユダヤの人が再び新しい芽を吹くと言ってるわけです。それをさっき見た黄色い紙で見た通りです。だから、あ、うまいこと宇野先生あんなふうにして話し合わせてるら、違う、何千年も前の予言を聞いてくると、ああこれから世界はこうなっていくのか。そう、それが聖書です。宗教の本じゃないです。こんな古い予言が昔からあったのですか。そう、だからユダヤ民族というのは、本当のユダヤ民族というのは2期なんです。ものすごい大事です。だからそのことを言うと、これから日本という国は顧みられます。安倍さんが病気をしてもうぐちゃんこになった。だけどそこから学んだ。そう、この前の第二次世界大戦で日本はぐちゃんこになりました。学んだんです。戦後70年と簡単に言いますが、学んだんです。この70年は無駄ではないです。安倍総理のことを考えればわかる。安倍総理がもし病気にならなかって総理大臣を続けておったならば、お坊ちゃんだって言った。そう、だから貧しさとか病気とか暗い苦しいこととか、人に言いたくない自分の過去というのは学びです。学びです。高倉健議員がこの前死んだでしょ。なんで高倉健議員が突然出てくるんや、どうしたらか分かりませんが、あの男は偉いね。だから高倉健議員を見ている人は、見てるって今言った、日本の本当の政府は彼に文化勲章を与えた。彼の真実を知ってなかったら、どうして映画俳優に文化勲章ですかってことになるわね。映画は文化かってことになるわね。彼は文化以上のことをやってるわけです。まだいつか高倉健議員についてお話するとして、彼はね、自分は何のために生きてるかって分かったんです。どういうことや。もっと分かりやすく言ったら、今度こういう映画を作りますから主役でやってくださいって言われるときに、不自然な成果をしたらできませんで、表で生活していることとその人の私生活がギャップがあれば、そんな役はできない。分かるでしょ。はいって言ってすぐ、だからもちろんセリフを覚えるからその人間になりうるだけではない。もう一つは、日本人に強い影響を与えるような劇はできない。だからある時彼は薬剤映画に出てて、もうフラフラになってね、1年に15本ぐらい撮影して、もうフラフラになってね、ほんである時ええ加減な役に就いたわけですよ。皆さん、あ、じゃあええ加減な心の状態で演技やりよった薬剤映画ですね。で、一体こんなもん誰が見てええかや、バカな話や思って、ほんである時映画館行ったよ、新宿かどっかな。でびっくりしたんですよ。なんでか言ったら、もう映画のその映画館の座席はいっぱい人に埋まってるし、それだけじゃなくて通路あるでしょ、そこにもずーっと人座って、横の壁、後ろの壁もみんなもたれて聞いとるんや。びっくりしたんです。彼それ見て、俺やってんのはええ加減だったんだよ、疲れ果てて、どうして、もうびっくりしちゃった。同時に映画終わってみんなが出てくるね。映画入る時の顔と映画終わって出てくる時の顔がみんな変わっとんのや。俺はそんな仕事をしてんのかと初めて分かった。